どうもこんにちは、みーたんぐです。今回はこちらの切り株の小物入れの編み方を紹介したいと思います。うさぎさんが入っています。中には毛糸でかさ増ししてました。ちなみにこのうさぎさんの編み方はこの初めてのクロシェという本の中に編み方が載っていますので、よかったら見てみてください。で、ここに載ってますこの切り株ハウス、この本には切り株ハウスが載ってるんですが、今回はこの切り株を、小物入れにしたバージョンで紹介したいと思います。これは試作で編んだのでちょっと編み方違うんですが、いつもはイヤホンをこれはハムスターを入れてますが、イヤホンをうちでは入れています。他にもキャンディーとかね、何でも小物入れなので使えるんじゃないかなと思います。ポコってこう置いてあるととっても可愛いのでおすすめです。こういう編みぐるみもね、映えますね、すごく。はい、これは7号針で編んだらこんな感じになって、8号針だとこのサイズになりました。今回動画ではこちらのセリアだったかな、100円ショップで購入したアクリル毛糸と、これは家にあったので使っているんですが、クリーム色のソフトメリノ極太、これはケイトピエロのソフトメリノ極太という色番2番のこの糸を使って、この白い部分を編んでいきたいと思います。本当はこの糸とこの糸は同じぐらいの太さがいいんですけども、こっち極太でこっち並太なので若干、太さが違うんですけれども、今回はこれで編んでいきます。できれば同じぐらいの太さがいいと思います。で、今回はこちらに合わせて7号針を使用して編んでいきたいと思います。では下の部分から編んでいきます。みーたんぐ、まず輪を作ります。2回ぐるぐるっと巻いて輪を持ちます。輪の中にかぎ針を入れて糸を引き出します。もう一度引き出します。そしたらここから1段目を編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がって輪の中に7回細編みを編みます。1、2、3、4、5、6、7、はい、そしたら糸を引いて輪を引き締めます。短い糸を軽く引っ張って反応して動いた方の糸をこっち側から引っ張ります。よいしょ。そしたらもう片方が反応して引っ張られるので引き締めていきます。ここまで来たらまた短い糸を引っ張ってこっち側も引き締めます。はい、かぎ針を戻します。そしたら7回細編みを編んだので、ここから数えて 1、2、3、4、5、6、7、 最初の細編みの頭に引き抜きます。こうですね、こんな感じになっています。糸を持ってきて引き抜きます。はい、これで1段目ができました。続いて2段目です。鎖編み1回で立ち上がって根元から2目ずつ入れて全部で14目になるように編んでいきます。ここですね、根元に細編み1、同じ目に2個目、次の目にも2つ、1、2、で次も2ですね、1、2で同じようにここまで編んでいきます。はい、全部で14目編めました。ここ最後の目に見えますが、ここは前の段で引き抜いたところなので編みません。ここが引き抜いたところで、ここが
最初の立ち上がりの鎖編み1です。そしてここが細編みの頭なのでここに引き抜きます。よいしょ、2段目ができました。続いて3段目です。鎖編み1回で立ち上がったら根元から2、1を7回繰り返します。根元に2目、1個、2個、そして次に1個、2、1と編めました。これを7回、全部で7回繰り返して21目になりますね。ぐるっとここまで編んでいきます。はい、できました。そしたら最初の細編みの頭に引き抜いて3段目が完成です。続いて4段目です。鎖編み1回で立ち上がったら1、2、1を7回繰り返します。根元に1、次に1個、2個、次に1、1、2、1、これを全部で7回繰り返して全部で28目になります。はい、できました。最初の細編みに引き抜いて4段目ができました。続いて5段目です。鎖編み1回で立ち上がったら2、1、1、1、これを7回繰り返します。根元から1、2個、根元に2個、そして1を3回、これを全部で7回繰り返します。なので全部で35目になります。ぐるっと編んでいきます。はい、できました。最初の細編みに引き抜きます。5段目までできたらこの辺でちょっと真ん中の糸処理をしたいと思います。とじ針でギュッと引っ張ってから適当にくぐらせて処理をしときます。はい、はい、続いて6段目を編みます。6段目は、この根っこの部分を4箇所入れながら編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がったら根元から1を4回まず編みます。1、2、3、4、はい、そしたら次の目に根っこを編んでいきます。中長編み2回長編みを2回そして、鎖編み3回で3目目に引き抜くピコットを1回、そして中長編みを2回、これを次の目に全部編んでいきます。まず中長編みを編みます。かぎ針に糸を1回引っ掛けてから次の目にそのまま入れます。そして糸を持ってきます。このかかっている3本をすべて引き抜きます。中長編みです。もう1回中長編みを編みます。かぎ針に糸を引っ掛けてから同じところにかぎ針を入れて糸を持ってきます。かかっている3本を全部引き抜きます。そしたら次は長編みを編みます。長編みも同じようにかぎ針に糸を引っ掛けて同じところにかぎ針を入れて糸を持ってきます。でこの3本かかっている左側の2本だけを引き抜きます。1本、2本、はい、そしたらこの残りの2本をもう1回引き抜きます。はい、長編みができました。もう一度長編みをします。かぎ針に糸を引っ掛けて同じところにかぎ針を入れて糸を持ってきます。3本かかっている左側の2本だけを引き抜きます。残った2本をもう一度引き抜きます。はい、
そしたらここからピコットを編んでいきます。鎖編みを3回、1、2、3、そしたら裏山、こっちが表、鎖編みの表なんですけれども、このひっくり返した裏山のポコポコポコっと出ている、縦に出ている線、かぎ針から数えて1、2、3目目に引き抜きます。ここにかぎ針を入れます。そして持ってきて全部引き抜きます。はい。そしたらまたこっちに戻って、同じところに中長編みを2回編みます。かぎ針2を引っ掛けて同じところに入れて持ってきます。かぎ針にかかった3本をいっぺんにすべて引き抜きます。もう一回中長編みを編みます。はい、はい、これで根っこの部分ができました。そしたら次の目、ちょっと窮屈なので次の目がちょっと潰れてるんですが、ここが次の目です。ここから1、2、3、4、5目細編みを1個ずつ編んでいきます。1、2、3、4、5、はい、そうしたらまたこの根っこ、同じことを次の目に編みます。中長編みを1、2、そして長編みを同じ目に1回、2回、そしたら鎖編み3回して裏山、3目目の裏山に引き抜きます。そしてまた中長編みを1回、2回、はい、そしたら次の目から9回細編みを編んでいきます。次の目ここですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、そしたら次の目でまた、この根っこを編みます。中長編みを2回、長編みを2回、そして鎖編みを3回してかぎ針から数えて3目目の裏山に引き抜いて中長編みを2回、よいしょ、入れにくいけど、はい、そしたら次は次の目から7回細編みを編みます。1、2、3、4、5、6、7、はい、そしてまた、次の目に根っこを編みます。中長編みを2回、長編みを2回、そして鎖編みを3回して3目目に引き抜く。そしたら中長編みを2回、そしたら最後の残りは6目になっていると思います。細編みを6回、3、4、5、はい、6、そして最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、こんな感じで、底の部分ができましたね。はい、はい、続いて7段目を編んでいきます。まず鎖編み1回で立ち上がったら、7段目はすべての目で筋編みをしていきます。筋編みは向こう側の半目だけを拾って編んでいくやり方です。
根元から細編みを4目筋編みで編んでいきます。根元なんですが筋編みなのでこっちですね。細編みを1、2、3、4、はい、そしたらここ根っこの部分に入ります。まず1目めに根っこの1目めに中長編みを1回編みます。かぎ針に糸を引っ掛けてここですね、筋編みで中長編みを1回、そしたら次と次で中長編みの減らし目をします。かぎ針に糸を引っ掛けて次の目にかぎ針を入れて持ってきます。そしたらまた糸を引っ掛けて次の目にかぎ針を入れます。そして持ってきます。でここ今5本かぎ針にかかっていますが、これを全部いっぺんに引き抜きます。そしたら次とこのピコットを飛ばしたここですね、次の目でまた同じ中長編みの減らし目をします。かぎ針に糸を引っ掛けて向こう半目にかぎ針を入れたら持ってきて、もう一回糸を引っ掛けてこのピコットの向こう側のこの目ですね、ここにかぎ針を半目向こう半目に入れて持ってきます。そしてこの4本じゃない5本をいっぺんに引き抜きます。そしてもう1目ここに中長編みを1回編みます。これで根っこの部分です。こんな感じになっています。次は5目細編みを編みます。1、2、3、4、5、そしたらまた根っこですね、中長編みを1回、中長編みの減らし目をして、もう一回中長編みの減らし目ピコッと飛ばして、やりにくいですねここね、はい、こんな感じで5本を引き抜いて中長編みの減らし目2個目、そしてもう一個中長編みです。そしたら細編み9回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、そしてまた根っこです。中長編みを1回、中長編みの減らし目、もう一回中長編みの減らし目で中長編み、そしたら細編みを7回です。1、2、3、4、5、6、7でまた根っこです。中長編みを1回、中長編みの減らし目を1回、もう1回中長編みの減らし目で中長編み1回、そしたら最後、6目細編みが残ってますね。1、2、3、4、5、6、そして最初の細編みの頭に引き抜きます。7段目ができました。こんな感じになっています。続いて8段目です。8段目からは長編みになります。まず鎖編みを2回して立ち上がります。根元から長編みをまず4回編みます。長編み糸を引っ掛けてから根元です。根元に長編みを1、次の目に2、
そしたら、ここ根っこの部分4目になっていますので、長編みの減らし目を2回します。かぎ針に糸を引っ掛けて次の目にかぎ針を入れて持ってきます。そして糸を引っ掛けてかぎ針にかかっている3本の左側2本だけを引き抜きます。そしたらもう一度糸を引っ掛けて次の目にかぎ針を入れて持ってきます。そして左側の2本だけを引き抜きます。ここにかかっている3本をいっぺんに引き抜きます。もう一度同じことをします。2本引き抜いて次の目に行って、また左側2本を引き抜いて残りの3本を引き抜く。これで根っこの部分ができました。続いて5目長編みを編みます。1 2 3 4 5。そしたらまた根っこです。減らし目を2回します。長編みの減らし目、もう1回。そしたら続いて9目長編みをします。1 2 3。そうしたらまた根っこの部分減らし目をしていきます。で次が7目ですね。長編みを7回。1 2 3 4 5 6 7で最後の根っこの部分減らし目、もう一回減らし目で残り6目長編みを編みます。そしたら最初の長編みの頭に引き抜きます。ここですね、鎖編み2回があってその隣の目の頭ですね、はい、こんな感じになって切り株木っぽくなってきましたね。根っこがねできて、はい、続いて9段目です。9段目からはこの立体的な引き上げ編みを入れていきます。まず鎖編み2回で立ち上がったら表引き上げ編みから裏引き上げ編みを順番に交互に編んでいきます。表引き上げ編み、長編みの表引き上げ編みをまず編みます。かぎ針に糸を引っ掛けて、ここが根元の目なんですけれど、目の頭なんですけども、この柱の部分、ここに右側からかぎ針を入れてここに長編みを編みます。これが、引き上げ編みという編み方です。糸を持ってきて右側から引き出して長編みを編みます、はい、これが引き上げ編みです。これが表側、前側でやったので表引き上げ編みです。次は裏引き上げ編みをします。裏はかぎ針に糸を引っ掛けてからどうするかというと、こっちが表ですよね。で裏側からブスッと入れてまた裏に刺す。こんな感じです。これで長編みを編みます。はい、長編みの裏引き上げ編みです。続いて表です。こうです。交互に編んでいくと立体的な模様になります。次、裏です。表裏、表裏と4目編んだら
次、根っこの部分が2芽残っているので、これを1目にしたいと思います。長編みの減らし目をします。表引き上げ編みをしながら減らし目をします。かぎ針に糸を引っ掛けて、ここ2本がこう1本にこうなってますね。ここに右側から2本ごと入れます。そして糸を持ってきます。で、長編みを途中まで編んで減らし目をしますので、もう一回かぎ針に糸を引っ掛けたら、次のここ2本とも入れます。で、減らし目をします。はい、ここまでしたら3本をいっぺんに引き抜いて、2目が1目になりましたね。はい、続いて今度は裏からスタートですね。ここは5目になりますので、裏表裏表裏になります。裏表裏表、次が裏。そしたらまた根っこの部分になるので、表引き上げ編みをしながら減らし目をします。2本とも入れて途中まで編んで、もう一回次の目で持ってきて途中まで編んで、いっぺんに引き抜く。はい、そしたら次は9目です。9目なので、裏表裏で終わります。はい、で、根っこになりますね。また裏表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 で裏。はい、そしたら次表で減らし目をします。根っこの部分なのでね。よいしょ。はい、そしたら次が、7目ですね。裏表裏表裏表裏、こんな感じで編んでいきます。裏表裏表で裏。はい、そしたら根っこの部分なので、表で減らし目をします。はい、最後6目、裏表裏表裏表で終わります。裏表で終わります。そしたら最初のこの表引き上げ編みの長編みの頭で引き抜きます。はい、こんな感じです。立ち上がりの鎖編み2回がちょっとなんかこう裏っぽく見えますので、表で始まって表で終わる感じにしています。続いて10段目と11段目は増減なしで、根っこはもう終わったので、表と裏、表のところには表、裏のところには裏で、35目ぐるっと、2段分11段目まで編んでいきます。鎖編み2回で立ち上がって、表には表の長編みですね、引き上げ編み、裏には裏引き上げ編み、
表には表、裏には裏で、この根っこのところも同じようにこんな感じで表を編んで、で裏、はい、こんな感じでぐるっと一周10段目を編んだら、もう一回鎖2目で立ち上がって11段目を編んでいきます。あしょ、はい、続いて12段目を編んでいきます。12段目は中長編みで裏引き上げ編みをしながらぐるっと、さらに減らし目もしながら編んでいきます。立ち上がりは鎖編み1回で、この表になっているところも全部無理やり裏引き上げ編みで編んでいきます。糸を引っ掛けて、最初の目は減らし目をします。減らし目111っていう感じで、編んでいきますので、最初は減らし目もします。1目目は表なんですが、裏引き上げ編みを編んでいきます。でまず持ってきますね。で減らし目をしますので、もう一回糸を引っ掛けて、次の今度は裏なんですが、ここをまた裏引き上げ編みで持ってきます。はい、こんな感じになっています。これを全部いっぺんに引き抜いて、中長編みの裏引き上げ編みで減らし目をしたことになります。で次の3目は1目ずつ中長編みを裏引き上げ編みで編みます。1 2 3、そしたら次で減らし目をします。と引っ掛けて減らし目で1を3回です。1 1 1でまた減らし目をします。で1を3回減らし目111を裏引き上げ編みで編んでいきます。もうちょっと編んでいきます。あしょ、はい、最後はここ表引き上げ編みの目を編んで、全部で28目ですね。最初の中長編みの頭で引き抜きます。こんな感じになっておりますね、はい、そしたら13段目と14段目は、中長編みで1目ずつ編んでいきます。立ち上がりは鎖編み1です。根元から1目ずつ28目ぐるっと編んで、2段編んでいきます。13、14になります。あしょ、はい、最後引き抜いて、これ土台の部分がこれで完成です。よいしょ。あとは糸を処理します。裏側で表に響かないようにくぐらせて、これで土台ができました。じゃーん。では続いて蓋の部分を編んでいきたいと思います。はい、このクリーム色が登場します。まずクリーム色から編んでいきます。同じように輪をぐるぐるっと作って持ちます。そして持ってきて、もう一回持ってきて、ここから1段目を編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がって、細編みを7回輪の中にします。で最後の目の最後の引き抜きで色を変えます。まず細編みを1 2 3 4
5、6、7のここで茶色を持ってきますね。ギュッと押さえます。そして引き抜きます。そしたらここで糸を引っ張って、引き締めます。輪を引き締めます。短い糸を軽く引っ張って反応して動いた方の糸をさらに引っ張る、はい、こんな感じになっていて、ギューッと引っ張ります。でまたこの短い糸を引っ張って引き締めます。そしたらまたかぎ針を戻してこの茶色い糸を引っ張ります。そして最初の細編みの頭に引き抜きます。1、2、3、4、5、6、7、ここですね。そして引き抜く。こんな感じですね。そしたら2段目を編んでいきます。2段目はこの茶色い糸を編みくるみながら編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がったら根元から7回2目ずつを繰り返します。14目になります。やってることはこの土台の時と同じですね。でこの短い糸を手前に持ってきて編みくるみながら2目ずつ全部で14目になるように編んでいきます。でもこの編みくるむのも途中で切りのいいところで後ろに持っていって終わりにします。はい、最後の目。ですね。で、ここ最後の目の引き抜きのところで白に変えます。白の長い方を持ってきてちょっと軽く引っ張りますね。そして引き抜きます。最後の細編みの最後の引き抜きです。そして最初の細編みの頭に白のまま引き抜きます。はい、でこの茶色い長いのは寝かしておきます。はい、続いて3段目です。鎖編み1回で立ち上がったら2、1を7回繰り返して21目にしていきます。1、2、1、これを繰り返して最後の目で、糸を変えます。あしょ、はい、最後の目です。最後の目で茶色にします。そして最初の細編みの頭で引き抜いてちょっと茶色引っ張っとこうかな。引き抜いて、続いて4段目です。鎖編み1回で立ち上がったら1、2、1、これを7回繰り返します。1、2、1、28目になります。1、2、1、これを繰り返して最後の目で色を変えます。はい、最後の目です。白に戻します。軽く引っ張ってから引き抜いて最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、続いて5段目を編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がって根元から2、1、1、1、これを7回繰り返して35目にしていきます。2目編んで1を3回、これを繰り返して最後の目でまた茶色に糸を変えます。あしょ、はい、最後の目で糸を変えて
で引き抜きます。そしたらこの白い糸は使わないのでカットして後で糸処理をします。この3本は、この茶色は編みくるんでいるのでそのままカットしますが、この2本は糸処理を後でします。続いて6段目は、筋編みで長編みをぐるっと編んでいきます。増減はなしです。鎖編み2回で立ち上がったら、この2本のうち向こう側の1本半目だけを入れて根元からですね長編みをぐるっと編んでいきます。こんな感じでぐるっと一周ここまで編んでいきます。あーしょ。はい、ここまで来たら最初の長編みの頭で引き抜きます。これで6段目ができました。続いて7段目と8段目は表引き上げ編みと裏引き上げ編みを交互にこの本体の時と同じように交互に編んでいきます。鎖編み2回で立ち上がって根元のここに鎖編み2回の立ち上がりがありますが、その根元の長編みですね、ここから表長編みの表引き上げ編み、次が裏で表、これを交互に編んでいきます。そして最後は表で終わりますね。で7段目8段目ここから2段編んで終わりになります。あーしょ。はい、できましたので引き抜いて、カットします。では糸処理をしていきます。この茶色い糸は編みくるんでいるのでそのままカットして、で白い方はそれぞれ糸処理します。できました。これが蓋ですね。みーたんぐ毛糸でできているのでとても柔らかなんですが、とっても可愛い小物入れになると思います。ここになんかどんぐりとかなんか編みぐるみ乗っけて縫い付けてこう持ち手にしても可愛いなと妄想しています。ものすごく可愛いのでぜひ作って、シェアしてみてください。シェアするときはハッシュタグのミータング動画よりというのをつけていただけると嬉しいです。これ可愛いと思ったら、グッドボタン押していただけたら励みになります。シェアしていただけるとまた嬉しいです。チャンネル登録もしていただけると、いろんな編み方動画がどんどん投稿されると思います。編み物は冬だけっていうイメージも強いんですけれども、こういう編みぐるみだったり小物をたくさん、一年中楽しめる趣味だと思います。ぜひ、皆さんシェアしていただけたら嬉しいです。ではでは、みーたんぐでした。じゃあね、バイバイ。